18世紀に建てられたヘンリー・プールのショールームで製品を吟味する顧客。1944年、ヘンリー・プールの工房の様子。後列右から2番目の海軍士官の軍服をはじめ、様々なタイプのジャケットを仕立てている仕立て屋たちの様子。男たちは皆、作業台に座って作業している。1944年、 ヘンリー・プールのオーダーメイドスーツを着るデビッド・ギャンディ。2014年、ヘンリー・プール &CEO は、イギリス・ロンドンのサビル・ロー15番地に本店を構える、紳士服テーラー。サビル・ロー最古のテーラーとして広く、一般に知られ、同社は創業以来同族経営によってその伝統を伝えている。 1860年にプリンス・オブ・ウェールズから渡された使用書をもとにモダンスタイルのディナージャケットを初めて製作した。同社は1806年にブランズウィック・スクエアで理念賞として創業した。創業直後の同社は軍服の仕立てを専門に扱っており、創業者のジェームズ・プールはワーテルローの戦いにも従軍したという。 創業者の死後息子のヘンリーは1846年にサビルローに店を移した。1961年、サビルローの再開発に伴いコークストリートに移転したものの、1982年に現在のサビルロー15番地に本店を復帰させている。ヘンリー・プールは1876年の死に至るまで店の経営に携わり、死後、店の経営は、 ヘンリーのいとこで、現在のオーナーであるアンガス管理とその息子、サイモンの5代前の先祖にあたるサミュエル管理が、引き継いでいる。創業以来2世紀の歳月の間、同社は、多くの成功を収め、多くの困難に耐えながらも、今日までその伝統を伝えている。1858年に、ナポレオン三世の御用達典を受けたのを皮切りに、世界各国の王室から、 御用達に認定された。同社は創業以来の伝統を誇る軍服や各種の儀礼服を現在でも作り続けており、旧中服では1976年にエリザベス2世のロイヤル・アラントを受けている。同社は日本、ヨーロッパ大陸、アメリカ合衆国の主要都市で定期的にオーダー会を開いている。2006年、同社は本店の改装をもって、 創業200周年を祝い、2007年には、同社の著名な顧客として知られるウィンストン・チャーチルが愛用したことによって有名になった福祉を再現、限定販売した。シラス二郎も常連顧客としてオーダーしていたと言われる。1860年、ヘンリー・プールは、プリンス・オブ・ウェールズがサンドリンガムでの非公式なディナーパーティーで着用する。 目的で短いイブニングジャケットを制作した。1886年、ニューヨークのタキシードパークに住んでいたジェームス・ポッターがロンドンを訪れた際、エドワード王子から週末をサンドリンダムハウスで過ごすよう招待された。その際、彼は王子のテーラーであるヘンリー・プール社にスモーキングジャケットを作ってもらうよう勧められた。ニューヨークに戻ったポッターは、 タキシードクラブで身長のスモーキングジャケットを誇らしげに着始め、すぐに他の会員たちも自分のためにスモーキングジャケットを作り、クラブにおける男性だけのディナーの非公式なユニフォームとして採用された。その結果、ディナージャケットはアメリカではタキシードまたはタックスと呼ばれるようになった。 ウィンストン・チャーチルは現在でも同社の代表的な顧客であり、2007年の復刻に限らず、2017年のイギリス映画、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男では、チャーチルの衣装のスーツを制作している。しかし、2015年の調査によると、チャーチルには、総額で220万円ほどの不払いが、ヘンリー・プールに対してあるという。 他にも、支払いの滞納を推した著名な顧客に、皇太子時代のエドワード七世や、チャールズ・ディケンズが、息子の滞納分を代わりに支払ったそうである。風の男シラス、ジロー・アオヤギ・ケスケチョ、ザ・ヘンリー・プール・ストーリー、ザ・タキ・シード、ヘンリー・プール・シー・オー、アーカイブド2008年5月10日アット、ザ・ウェイ・バック・マシン、ヘンリー・プール顧客、チャーチル元英国首相の映画が公開。 h-en-r-i-p-o-l-e-jp.com2018 o, o, o、L e J、com 2018年4月3日閲覧 A. チャーチル元首相が服の下手代を滞納総額220万円相当ロイター2018年4月3日閲覧ありがとうございます